おはようございます。本日は茨城県水戸市東前町に来ております。昨日フロアコーティング施工が完了しましたので、本日はチェック作業ということで現場に来ております。チェック作業の一つである黄色のテープ、こちらをすべて撤去を行いまして、髪の毛やゴミの混入、ほこり、塗り漏れがないかどうかすべてチェックを行って、お客様の方に引き渡しをしたいと思います。現在養生撤去の作業中です。現在見えているのが床下収納です。液剤が中に入らないように徹底して養生作業を行っております。中もご覧のように細かなところまで養生テープを貼っております。後ほど施工前と施工後を比較して皆様にご紹介したいと思います。以上です。